皆さんこんにちは、さきです。そしてハローです。今回はハローくんと恋愛限定質問コーナーをしていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで、まあ、今回はただの質問コーナーではなく、ちょっと恋愛系ちょっと恋バナの限定で質問コーナーをしていきたいと思います。恋バナとか、あんまり YouTube とかでしたことないので、しかもこんな語れるほど全然恋愛してきてないので、ちょっとどうなるか不安なんですけど、まあとりあえずね、ちょっとみんなの質問に思ったことを答えていきたいと思います。ちょっと春くんなんて特にね、6年生でこんな人なんで、ポンポン、あの変なね人なので全然好きな人とか多分いないんですけど、答えていきたいと思います。それではどうぞ。じゃ今回はインスタのストーリーの方で募集させていただきました。たくさんの質問ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、その中からね、何個か厳選して答えていきたいと思います。まず1つ目です。もう一番もうダントツで多かった質問です、はい、告白された回数。もう正直にね、答えないと。正直に、まあ、今回答えなきゃダメか。あ、今まで0人って言ってたけど、まずハローくんからお願いします。みんな驚かないで。2桁はいかないけどいきますよ。0人0驚かってきていいのこれ。うまいじゃん。これぶっちゃけだから、マジこれぶっちゃけトーク1ぐらいかな。1です、はい、1です。これ2だろお前。知ってる中では2だよね。うわ、ぶっちゃけトークのね、この人嘘ついてる。うわ、最低。それはみんながやけもち焼いちゃうじゃん。焼かねえよ。はい、2人です。よし、とうとう私の番来てしまいました。え、みんなマジ驚かないで。2桁以上絶対いってるから、この人50人ぐらいいってるから。それってハルだけでいいから。ごめんごめんごめん、いきます。10人ぐらいいってるから。ゼロ、こちらゼロ見えますかね。こちらゼロです。ゼロゼロ。その男の子はちょっと勇気がなくて、おさきちゃんに告れないっていうね、ところもあると思って。そんな感じじゃないんだよね。多分おさきのことね、好きなやつは何人もいます。でもそれそいつらそいつらは絶対俺がね守ってあげるから、こうやって。すごい。じゃあ2問目、ちょっとこれもめっちゃ多かったです。好きな人はいますか。あ、じゃあ次はおさきちゃんからどうぞ。はい、あ、ぶっちゃけてしまうと恥ずかしいんですけど、いません。すごい。0人です。はい、あのね、もう私めっちゃ欲しいんですよ、好きな人。なんか好きな人のためになんか努力したいんですよ。オレンジメイク好きだからオレンジメイクにしてみましたとかやりたいんですよ、私は。そう、だからね、ちょっとそんな感じでちょっと楽しみたいです。はい、じゃあハロー君は。ぶっちゃけだよね、まあ、学校の人見てるとかじゃないからね。緊張します。いません。え、でもね、ハロー君いっぱい好きな人変わるイメージある。うん。じゃあ3問目、ハルオくんに本気のやつで告白されたら OK する。あの、一応言ってきます、今日ないです私たち、はい、ない。ハルオくん的には、私が告白してきたらどう思う。 OK するでしょ。この気持ちを心に留めておくよ。キモ。異性と手つないだことありますか。私はちなみに学芸会でしました。あ、音楽会でもしました。でーんでーんでーので、男の子と手つないちゃった。僕はドラマ出てとか出てる時の、まあ、子役のことね、一緒に手つないでました。それ役でね。仕事だったよ。意図的に手つないだことはないです、ね、ないですね。いや、はい、やばい、やばい、やばい、ねえ、やめてよ、本当に。え、マジでキモい。好きな人に声をかけられません。おさきちゃんならどうしますか。僕ならなんかわざとハンカチとか落として喋りかけるみたいな。お、ベタですね。あ、ねえ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 っつって、あ、なんでもなかったみたいな感じでやりますね。それ話してほしいに入んの。うん、え、私は LINE とかだと緊張せずに話してるんじゃないかなと思います。でも LINE 交換するまでが難しいよね。グループ LINE とかから追加してみたいな、みんなに言ったりして、うん、そこからちょっとつながったり。私なら LINE でならちょっと話しかけられるかなと思うので、じゃあ LINE で結構仲良くなってからだったら学校とかでも話せるんじゃないかなと思いますね、うん、絶対俺らの参考にならないじゃん。うん、ごめんね。理想高い。私はね、高いと思う。俺も絶対高い。顔可愛くて性格が良かったら、自分の理想のタイプだったらいい。めっちゃ理想なんだけど、一個でも私の理想と離れてたらダメなんですよ。理想のタイプ多くて、だから私は好きな人も彼氏もできないんですよ。ピエン。ピエン。推しのために可愛くなるのってダサいですか。めっちゃいい。ダサいなんて思う人一人もいない。あ、誰かのために努力するっていうのが
めっちゃいいと思いますね。いいと思います。異性とどのくらいの頻度で LINE する？しない。 LINE 交換しません。よく喋る人でも2週間に1回。僕は7ヶ月ぐらい。女子男子ってどういうさ会話するの LINE で？熱しやすくて冷めやすいっていう質問ですね。私それ、俺もそれめっちゃ好きって時期はあるのに、なんかその人がなんかちょっとでもなんかしでかすと好きじゃないです。俺もその子の裏の顔がね、ちょっと見たらもうここ、私はなんかその人のなんかマスクが逆なだけで冷めちゃいます。何それ、じゃあ私ほんと変わってるんですよね。同年代派、年下派。いっせーのーせ、同年代。年下。結婚してたら、うん、年下だったらさ、うん、寿命が、まあ、長いじゃん。相手がちょっと亡くなっちゃったら悲しくてもう嫌になっちゃうから。この人も変わってるわ結構。変わってない。私は同年代派ですね。同年代としか喋んないかもしれないけど、まあ分かんないんですけどね、全然そういう経験がないので、うん、その人のタイプによるからね。そう、年なんか関係ないんですよ、好きな人は。うん、 LINE する時のネタ何がいいかな。うん、しりとりとか。 LINE だよ、すりおれ。まあ私はなんかいきなりグイグイ行きすぎるとちょっと相手も困惑しちゃうかなと思うので、うん、明日の時間割なーにとかから、何々先生の授業つまんなくね、それなそれなみたいな感じのいいかなって思いますね。君の性格が好きだ。キャー、私も好き、私も好き。チキ、結婚。元彼何人ですか？俺は元カノ。行っちゃいます。俺元カノ。元カノ行っちゃいますこれ。確か、うん、待って、恥ずかしいんだけど。本当にちょっと待って、ちょっと待って、これさ、ちょっとゼロ人。あ、ゼロです。じゃあお互い質問コーナーいきます。自分より身長が高い方がいいか。理想の身長差は15センチって聞いたことがあるんですよ。なので私は15センチぐらいあった方がいいかなって思いますね。ちょっと見下されてる感がいいじゃないですか、わかります？なんか、届けねーみたいなやりたいです、ジャンプして。うわ、我々ね、下の方がね、好きですね。俺より背ちっちゃかったらこうやって撫でれるじゃん、頭。いやー、やだ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 。チューする時とか、わー、上から。お先の質問どうぞ。なんだろう、好きな人にやられたら嫌なこと、冷めること。あの、陰で俺の悪口言うとかも。いや、それも付き合うのにいかないと思うそれ。人を傷つけるね、言葉を言う人が嫌いです。もうみんなそうだよね。まあ私はご飯屋さんに行った時にめっちゃ行儀が悪い人嫌いです。ステーキ屋さんとかでこうやってガチガチ食ってってるやつ、それはもう私に向かってくしゃみしてきたり、あのゲップしてきたりする。俺やん、ちょっと嫌です。俺やん。だからちょっと常識がある人がいいですね。うん、初デートするならどこ？うん、ママの初デートどこだった？映画。ああ、どこがいいだろう。ダブルデートみたいなのしたいんですよ。ちょっと二人きりがちょっと私苦手なので、遊園地がいいかな。僕はね、恋愛の映画。漫画とかでさ、映画中にポップコーンの手が触れてとかあるじゃん。ちょっとああいうの憧れるよね。じゃあママの質問は？好きな人の、なんていうの、第一条件。性格悪いって言われちゃう。おせきちゃんのみたいな運動音痴はダメで。まあ私は顔かな。ちょっとなんか、うわ、そういう人無理。イケメンが好きとかじゃないの？イケメンが好きとかじゃない、なんか清潔感とか。清潔、それ清潔感。じゃあ私からの質問ですね。あの、恋愛はリードしたいかリードされたいか。リードされたい方かな、俺。一緒に帰ろうとか言われたい派。自分から言ったらなんか恥ずかしい。いや、男子から言わなきゃ。それでなんか嫌だみたいな感じ言われたら嫌だから。それはね、それはダサいね。それはダサい。それは男の子がやんなきゃ。でもさ、それさ、お前ダサいね。うん、それはダサい。遊び行こうよとか女の子は言えないんだよ、恥ずかしくて。女の心分かってる男子が一番モテます。もし告白されるならどういう感じで告白されたい？ロマンチックが嫌いなの。お前のこと好きなんだよねみたいな感じがいい。話の途中に自然に、お前の笑った顔好きだなとか言うのが好きなの。なんか自然に自然にキュンみたいな。教室、廊下、トイレ、チャリンコ、二ケツ。あ、なんかそれ学校での帰り際。学校に好きな人いる、この人。そういうこと？違うよ。誰もいない放課後。告白されるとき直接じゃないじゃん。俺今まで直接だよ。じゃあ3人だ。じゃあ2人以上だ。だって2人とも直接じゃないもんね。え、直接じゃない。
お手紙だった。お手紙の。お手紙もあったわ。じゃあ誰？全く何も。友達に言わしたみたいなのもあったじゃん。そうなの？お前何人いんの？こんな感じでちょっと長々と喋りました。はい、恋バナ楽しい。お母さんとしてはね、早くいろんな恋をしてもらって。動画内だからそういうこと言えるんでしょ。いやあなたたちが傷つく声はママ見たくないから、あの楽しい恋愛をしてもらって幸せになってもらいたいなと思っているので、何かあったらお母さんやお父さんに相談してくださいね。親になんか言いたくない。それは当たり前だけど、絶対言いたくないけど、あのちょっとね相談してほしいね。やっぱり隠れ付き合いした場合はもう特製ドリンク、あの相手にも飲ませるから悪いけど。はい、ということでこんな感じでちょっとあのダラダラと恋バナしましたね。質問くれた方々ありがとうございました。ありがとうございました。でこういうね恋バナ全然したことないからさ、ちょっと恥ずかしかったですね、みんなの方がねやっぱり経験してるんじゃないかなって思うので、ちょっとまたねみんなといろんな話したいなって思いました。はい、ファンの子たちとということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバイ。お先に失礼します。ハローにお付きします。